気持ちいい。いやらしいわこれ本当に。はい、こんにちは、ピカですかね。このアセットコルサやっていきたいと思います。アセットコルサの PS4 版ですね。で、このね、ダイレクトドライブもね、一応対応してて全部ね、一応動くんで、これでね、やっていきたいと思います。今のところね、 GT スポーツがこのマニュアルでギアがないって入らない問題、ギアがめっちゃ入りにくい問題があって、まあね、こう気持ちよく走れないんだよね、 GT スポーツが今ね。なんでちょっと代わりのね、ソフトを探しています。で、このね、アセットコルサがね、どうなのかっていうのをちょっとね、やっていきたいと思います。車は 962C ですね。グループ C カーのポルシェですね。ショートバージョン、これでね、やっていきたいと思います。はい、乗ってきました。 VR がないからね、もうしょうがないんだけど、これでね、やっていくわ。ブーストってなかったんだっけ。ブーストないらしい。はい、じゃあね、ちょっとね、軽く走っていきたいと思います。場所はニュルですね。おーおーおーおお、跳ねる跳ねる。気持ちいいな、やっぱミッションかな。ニル24時間の方ですね。おお、めっちゃアンダーやんけ。うおお、おお、難しい。久々だな、俺なんかやるの。立ち上がり重視。ブーストは垂れるな。めっちゃ流れるわ。やばいな、このタイヤがやばい。全然食わねえわ。あー、もうなんか運転してるって感じだ。もう遅い早いとかじゃなくて、楽しいわこれ、運転してる。え、ここは、あ、おいおいおい、流れる流れる流れる。気持ちいい。あれガーンってぶつかるんだ。すげえ音する。いけ、はじかれるね。遠赤乗ったらダメだね。ほい、おお、でもダイレクトドライブのセルフステアは的確に当たるっていうのはこのソフトでも同じだ。やっぱシミュレーターこうでなきゃな。遠赤乗っちゃダメって言ってんのに。気持ちいい、これは最高やんけ。あー、もうこの進入していく感じ、 MT 好きならわかるよね。気持
わ。でちょっとねアセットコルサーのダイレクトドライブの感想はハンドルねものすごい取られる。セルフエアも当たるんだけどハンドル取られるね。なんか高速で今のはちゃんとね当たるんだ。セルフエアは完璧に当たる。戻すのは自分、それは難しいね。気持ちいい。やらしいわこれ本当に。まあまあだから PS4 で本当にここまでできれば希望的なんじゃないでしょうか。気球が飛んでる。間違えた。よいしょ。なんとかちょっと。やべスピンした。やばいなこのグループスピーカーってやつだ。絶対楽しいこれ。やばいっしょこれ。みんな欲しくなっちゃってるから違いが分かるおっさんたち欲しくなっちゃってるからねクラッチ蹴って貯金使っていいって将来のための蓄えで。ほいー、近場近、貯金使っていい、俺もう一回走りたいんだ。子供が生まれたばっかりなのに何の話。でもう一回俺湾岸走りたいんだっつって GTR 買っていいかっていう条件を出しつつ、それかこの15万のハンコン買っていいって15万じゃないか聞くっていうのどうだろう離婚届持ってきても知らん、俺の責任ではない。
やーすげえ楽しいよこれ。やっぱね MT はこうでなきゃ。すげえ跳ねるなおい、ハンドルやべえな、腕が持ってかれる。だからこれセルフステアが当たってるのとギャップでね跳ねてハンドル取られてるのと2種類あるから、うまくコントロールしないと。いや気持ちいい、何周でも走っちゃうわこれ。はい、気持ちいいわやっぱり。あのねマニュアル気持ちいいわなんかダイレクトドライブもいいけど、それよりねこのペダルこの感じとこのマニュアルが気持ちいいわ。ダイレクトドライブはねなんかその次だわ。これすげえいいわこのペダルが。なんかね買おう、みんな買おう、 PS4 でもこんだけ楽しめるわ。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。マジでいい、これはいい。